1. 玉地アダはトルコの島。かつてはイムロズ島が公式名称であったが、1970年7月29日付8479号閣議決定により、玉地アダに改名された。チャナッカル県に属し、サロス湾の入り口にある。島全体の人口は8875人。多数がトルコ人であるが、300人ほどのギリシャ人も暮らしている。 最大の町は玉茶屋だ。観光と漁業が主であるが、ドウ栽培とワイン醸造で知られている。ギリシャ神話では、アキレウスの母テティスの宮殿があった島とされる。古代には、アテナイの植民地であった。ダーダネルス海峡に近い軍事的要所であるため、1913年に、バルカン戦争終結後に、エーゲ海の島々がギリシャへ割譲されても、オスマン帝国は、 イムロズを手放さなかった。1920年、セーブル条約によってオスマン帝国からギリシャ王国へ割上された。1927年当時、党の人口の97.5%をギリシャ人が占めていた。キド戦争でギリシャがアナトリアで敗退すると、親ギリシャであったイギリス首相。 デビット・ロイド・ジョージが大臣、イギリスの中東政策が変更された。西側列強は、トルコ共和国とローザンヌ条約を結び、イムロズ島をトルコへ活上した。この際に、多くの在トルコのギリシャ人が出国していった。ありがとうございます。